次の曲は、ファンの女の子がですね、自分は目が見えないんですが熊木さんの曲をとても耳からその心で聴いて、励まされてますというお手紙でした。その彼女に向けて作った、曲があります。それでは聴いてください。誕生日。誕生日のことは覚えていますか。ろうそくの匂い胸に溜めた。あなたのことをお祝いしましょう。あなたである今日と明日のために生きてきたようで生かされて、私であってあなたである。おめでとう、今日までたどり着いたんだよ。辛いことの方がよくあるけれど、ありがとう、理由は何もないんだよ。あなたという人がいることでいいんだよ。もらったものを覚えていますか。形ないものもありました。特別ではないものが特別になって、あなたを幸せにしたこともあったでしょう。何もできない